指導についての、はい、話題に移らせていただくんですけれども、はい、例えば今まで藤高選手がいろいろな指導者の方と出会ってきたりですとか、はい、いろんなジュニア世代の選手を見てきて、はい、こう例えば藤高選手がもし指導者になったらこういう指導をしたいとか、選手自体にこういう指導をしていた、してもらいたかったみたいな、その指導者としての理想像みたいなのって今あったりしますか？なるほど。僕実はそのプロ選手になる前がその教師になりたいっていう夢があって、もともとそのプロを目指してなかったんですよ、はい、で大学もその教員免許を取るために大学を選んだんですけど、はいはい、いくいくはコーチをしたいなっていうのを考えていて、はい、ただそのどんなメニューをしたらいいかっていうのはまだ自分の中で具体的にはないんですけど、はい、こうバスケットってすごい、まあ、楽しいってこう、はい、毎回感じてもらえるような練習とか指導ができたらいいなと思いますね。それこそ中学の時に出会った指導者のような、はい、やっぱりそういう、こう自分が指導する選手にはやっぱりバスケの楽しさに目覚めてほしい、はい、そういうような、はい、こう指導者がやっぱり理想っていうところですね。そうですね、まあ、もちろんやっぱメリハリをつけて走り込みをしないといけない時期も作らないといけないですし、はい、やっぱその基礎体力がないと、そのどれだけスキルを持ってても走り合いで負けてしまったら、はい、いざさプレーしようってなった時に息切れてたらもう仕方ないじゃないですか、はい、だからもちろんその体力とかフィジカルの面もこう大事にしながら、こうなんだろうな、こういろんなポジションを試したりとか、いろんなことをトライさせてあげれるような、まあ、指導者になれたらなっていうのを思いますね。なるほどですね、はい、まあ、そのバスケの面白さをこう教えることができれば、やっぱりそういう一見地味でしんどい基礎体力のトレーニングもやっぱり選手はポジティブな気持ちで頑張って取り組んでくれるでしょうし、やっぱりそういう大事さにも気づいてそうですねくれるっていうところですよね、はい、ただ走り込みをするだけってなるとやっぱ憂鬱な気分になるじゃないですか、はい、その中でもやっぱ目的を持たせてあげて、これをすればこう強くなるよとか、はい、やっぱそれは自分もこれからもっと勉強していかないといけないところなんですけど、だからまあそうですね、いろんなどんな辛い練習でもこう楽しみを持ちながらというか、練習メニューを組めたらなっていうのは思ってます。なるほどですね、はい、まあ、例えばもうただただ体力つけるために走れようっていうんじゃなくて、はい、そうですね、こう相手がバテた時にかっこよくドライブ抜けたらかっこいいやろ、ね、はい、直樹もそういう風に言ってましたけど、なるほど、まあ、それと似たような感じですかね、はい、やっぱり、はい、まあ、やっぱりそういう指導がやっぱりできる指導者の方っていうのがやっぱり今後どんどん増えてくると、日本のバスケットボールのレベルもそうですね伸びてくるだろうなっていうところですよね、はい、まあ、いろんな指導、まあ、どの指導者が正解っていうのはないと思うんですけど、はい、現段階でその自分がこうなりたいなっていう指導者はそういうの部分ですかね、はいはい、ありがとうございます。やっぱり今こう宇都選手のお話も藤高選手のお話も伺っていると、はい、やっぱり指導者によってもうガラッとその選手のパフォーマンス変わるなっていうのを強く感じるんですけども、はいはい、やっぱりそういう部分っていうのは藤高選手自身も感じていらっしゃいますか？そうですね、その僕が今まで出会った恩師っていうのも、はい、まあ、もちろん正解とか不正解はないですし、はい、僕はもう全て出会った人にこう自分 の, この縁は良かったなっていうのを感じますし、はいはい、もちろん直樹が出会った宇都選手が出会った指導者も間違いではなかったですし、はい、そこはもうどんな人に出会うかは分からないですけど、はい、やっぱ指導者によってはまあプレースタイルも変わってきますし、はい、その当時に教えられたことがやっぱプロになっても頭の中に残ってるってことは、はい、やっぱそのジュニア世代で結構教えられた部分ってこう大人になってもこう残ってるっていう部分があるんで、はいはい、そこを指導する人はやっぱこう、うん、慎重になってというか、うん、だから逆に僕が指導者になった時にこう選手たちや子供たちが困らないような指導をどうやったらできるかなっていうのはやっぱ考えたりもしますね。なるほどですね、はい、
宇土選手もやっぱりその中学の時に出会った指導者のおかげで、こうその考えてプレーする癖がついたっておっしゃってましたし、はい、藤高選手も中学の時に出会った指導者の方にバスケの楽しさを教えてもらって、はいね、だからこそ今があるっていうふうにおっしゃってましたけども、はい、やっぱりそれだけこうジュニア世代の、時に出会う指導者っていうのが、やっぱり大人になってからもその活躍を続けるため の、 もうベースを作る大事な役割を担っている、はいね、結構担ってるんじゃないかなっていうのを僕は感じますね。なるほどですね、はい、だからこそやっぱりそういうベースを作れるような指導ができる、はい、そういう指導者の方にやっぱりジュニア世代を教えてほしい、ね、そうですね。もう正解はわからないですけどね、そこは、まあ、自分の最終求める理想像ですし、はい、もちろんプロになってからこうグーって成長する人もいるんですけど、はい、ある程度やっぱそのジュニア世代で形成されるのかなとは思ってますね。なるほどですね、はいはい、ありがとうございます。では次に、まあ、もうちょっとこうテクニカルなバスケのスキル的なところにちょっと寄った質問になるんですけども、はいはい、まあ例えばプロに入ってこうディフェンスが大きく苦労された経験がこうあって、はいはい、もう今ではそのディフェンスに、ね、自信を持ってプレーできるようになったというところなんですけれども、はい、そのディフェンスを向上させていくにあたって何かこうコーチとか指導者の方からこ う、 こういう指導を受けて、もうすごいディフェンスを改善したとか、はい、例えば、まあ、そのコーチでなくても例えばそのトレーナーさんからこういうトレーニングのメニューを教えてもらって、はい、大きくパフォーマンスが伸びたとか、はい、そういう経験ってありますか？そうですね、それは結構自分の中では明確にあって、はい、もうまずはもう基礎体力なんですよね、はい、そのプロでやれるフィジカルをまず作ること、そのただ闇雲にやるわけではなくて、はい、そのなんていうんですか、宇都選手も言ったんですけど、自分に合ったトレーニングはもちろんある中で、やっぱそのプロでまず第一にやっていく上での基礎のフィジカルをまず持ってないと、その応用をやったとしてもできないんですよね。なるほど。だからまずはそのまあ数値で言うと、この数値を何回何セット最低でも上げれるような体作りをまずは作る。でその上で自分がこうこの一歩目を早く動かすためにどういうトレーニングをしたらっていうのがあるんで、はい、まずはその土台を作ること、はい、でそこから応用に入ってきて、はい、反応のトレーニングだったり、例えば例を挙げるとラダートレーニングをしたりして足を動かせるようになる、はい、であとはその外回りのディフェンスが課題だったんで、そのスピードのある選手、はい、相手捕まえて1対1してくださいとか、はい、でプラスはそのなんだろう、例えばスクリーンとかがかかるんで、その抜け方の体のこう動かし方、そういうのを学んだり、やっぱ最終的にプロってスカウティングってあるんですけど、この選手がどういう特徴あるかとか、相手がこのコールをしたらどういうプレーしてくるかっていうのをやっぱある程度頭に入れておくっていうのがやっぱ大事になってくるんじゃないか。だから研究することももちろんですし、こう、まあ、体の使い方でもう一番最初はもうまずはもう土台をしっかり作るってことが、はい、だから本当に土台がしっかりしないとどれだけ積み上げてもその通用していかないんで、まあ、ピラミッドではないですけど、そこを結構大事にしてきたなっていうのは自分の中で感じてますね。はい、まあ、そのなので相手を研究したりこう自分よりスピードのある選手と練習を重ねる、そういうのももちろん大事ではあるんですけども、相手を研究して次の動きが分かっていてもそれについていけるだけの、まずフィジカルがないとついていけたとしても当たってもうバーンって跳ね飛ばされたらもうその時点で守れてないわけじゃないですか。だからやっぱもうその土台作りからまずは始まりましたね。なるほどです、はい、やっぱりそれだけこうプロの世界で活躍する選手のフィジカルってやっぱり大学生とはレベルが違うものなんですか？今では結構その大学とか学生時代からそのフィジカルトレーニングをやってる大学が多いんで、はい、そこまで変わらないんですけど、
当時ってやっぱ全然違ったんですよ。そうなんですね。まあ、僕、まあ、特にその関東の当時大学がすごい強かったんで、はい、そういう選手は入ってそこまで苦労はしなかったんですけど、はい、でも関西から、まあ、当時少なかったんですよ、プロに入った選手が、はい、で入った時にまずボール持たせてもらえないんですよ、はあ、体が強すぎて、はい、だからこう押し込んでボールをもらいに行こうとしても、はい、全部守られちゃうって、はあ、まあ、どうしようってなったんですよ、はい、まずじゃあまず何からしようってなった時にやっぱ体作りだったんですよね、はい、だからそこでまずつまずきました、ね、僕は、はい、逆にそこでしっかりフィジカルを強化して、はい、プロの世界で活躍できる、はい、だけのレベルにしっかり到達したからこそ今あるっていう。そうですね。だから今でこそそのもちろんずっとその土台作りっていうか、まあそのはずっと続けてて、プラスなんだろう、応用というか足の使い方とか、はい、こういう選手には細かいステップでついていくとか、そういうのがやっぱ、うん、できてくるんじゃないかなっていうのを思いますね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。まあ、あのやっぱりスポーツ世界になってくるとどうしてもこう何でしょうね、特にジュニア世代になってくるとあんまりこう筋トレさせるとかそういうのにこう抵抗のある指導者の方も多いかとは思うんですけども、やっぱりそのどうしてもそのフィジカル、最低限のフィジカルが必要になってくるんで、そういうのを高めるトレーニングっていうのもやっぱり選手によっては必要になってくるっていうことですね。まあ、もちろん重りを持ちなさいってわけではないんですけど、持たなくてもやっぱ自重トレーニングだとか、はい、走り込みだとか、いろんなことは基礎体、いろんなことで基礎体力やっぱつけれると思うんで、はい、そういうのは、まあ、取り組んでも問題ないのかなとはやっぱ僕は思いますね。なるほどですね。はい、それはやっぱりそのプロの世界でこう一回つまずいて、はい、そこからやっぱり上がってきた藤高選手だからこそ言えることでもあります、ね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。そうしましたらこうまたこれもちょっと抽象的なあのテーマで難しいと思うんですけども、はい、そのジュニア世代の選手を伸ばすための指導、どんな指導がいいんでしょうか。まあ、今あのバスケの、ね、楽しさをしっかり教えられる、はい、そういう指導っていうのはあの一つ大きなあの、はい、ポイントだと思うんですけども、それ以外に何かあれば教えていただきたいなと思うんですが。そうですね、まあ、もし僕がこう教える立場になった時に、はい、多分僕高校生を教えたいってなると思うんですよ、はいはい、でもちろん今の子供たちってそのいつからバスケを始めるかわからないんですけど、はい、今の子供たちも小学校の時からハンドリングのボールをつく技術だとか、はい、こうパスの技術とか、はい、シュートの技術ってすごいんですよ、はい、やっぱ1対1のスキルだとかそういうのはもう本当に僕ら当時持ってなかったものをたくさん持っててすごいなとは思うんですけど、こう全員が全員じゃないんですけど、あれこれできないんだっていうのはあって、その5人でやるスポーツじゃないですか、そのスペーシングの取り方が結構うーん苦手というか、そのボールを持たしてじゃあ1対1してこいって言ったらすごい上手いんですけど、5人でじゃあやりなさいってなった時に全員がボールの方に行っちゃって、みんなボール欲しい欲しいってなっちゃうんで、だその時に僕がこう教えたいなっていうのは思うのがやっぱスペーシングという方ですね、はい、今まだボール持ってないけどこのポジションにいるからディフェンスがここについてこのに、まあ、彼が1対1するスペースができたんだよとか、はい、そういう部分をこう教えていけたらなと思いますね。もちろんそのドリブルのスキルだとかそういうのも教えるのも僕の仕事でもあるんですけど、それ以外にも、うん、今の、まあ、子供たちは全員が全員じゃないですけどそういう部分がちょっと足りないのかなっていうのを感じてます。はい、そのチームプレーだからこそできる技術ですよね。そうなんですよ。もう個々で持ってるものはもう当時、はい、僕らじゃ考えられないぐらい上手いスキルを持ってるんで、やっぱりそれは今 SNS がものすごい発達して、そうですね、やっぱりその YouTube のショートの動画とかでもやっぱりワンオンワンの動画めちゃくちゃ出てくるじゃないですか。はい、めちゃくちゃ出てきます。だ僕も未だにそういうのを見て勉強しますし、はい、だからまあ
まあ、危険なことも増えましたけど、はい、携帯を持ったりすることで、はい、でもすごい便利な世の中になったなっていうのを感じますね。はい、なるほどですね。はい、だからこそこう今の若い選手、ジュニア世代の選手は、はい、こう個々のスキル、ワンオンワンのスキルはすごい高い選手が出てきたけども、はい、やっぱりそればっかりになってしまって、はい、チームで戦うってなった時の戦い方がやっぱり、はい、まあ、分かってないじゃないですけども、はい、こうあまり上手じゃないそうです、ね、チームが多いんで、やっぱりそういうところを教えられる指導者っていうのが、はい、やっぱりこれからのジュニア世代を教えるにあたって重要になってくる要素でもあるんですかね。でもやっぱり両方大事ですね。やっぱそのすごい究極というか難しいんですけど、チームプレーも大事、はい、ただその個々の能力もないとチームにならないっていうのがあって、はい、なんだろうな、チームで動けたとしても打開できる選手がいなければ、はい、ズレも生まれないですし、はい、だからそこはもう見ながらですね、はい、選手の特徴を見ながら、あ、この選手はここを鍛えてあげようとか、この選手はこのスキルは持ってるから、じゃあこの選手はスペーシング取ることを教えてあげようっていう、そのやっぱバランスがこう融合できれば、どんどん良くなってくるんじゃないかなっていうのは思いますね。はい、今藤坂選手のお話聞いてすごい意外だったんですけども、はい、もうやっぱり私はもう本当に自分がバスケやってた20年前でもう時間が止まってるんで、いや、やっぱりその時の指導ってやっぱりいかにこうフリーな選手を作るかが大事だよってずっと言われてたので、はい、それこそスクリーンプレーとか、はい、パス回しとかで、いかにそのフリーの選手を作って、はい、でそこにボールを出すかっていうところばっかりやっぱり練習してきてたんで、そうですね、僕らも当時そういう練習はあって、はい、ただフリーを作ったからって言ってそのフリーの選手がシュート入らなければ、はい、作った意味がなくなるじゃないですか。だからやっぱその世界とか、はい、まあ、どんどん勝ち上がっていくためにはやっぱ両方兼ね備えてないと、うん、生き残っていくのは難しい世界にどんどんなりつつはありますね。なるほどですね。はい、ただその中でもやっぱり藤高選手が今のジュニアの選手を見てると、はい、やっぱりそのチームプレーのところがやっぱり弱い傾向にあるんで、やっぱりそういうところもしっかり教えられるような、はい、やっぱり指導が、理想かなという感じがしているというところですね。はい、はい、ありがとうございます。そうしましたら、まあ、ちょっとこれはまあ、今ね、今まで出会ってこられた指導者の方も皆さん、はい、いい出会いだったっていうふうにおっしゃってたんで、はい、挙げるのは難しいかもしれないですけども、はい、あの時こんな指導をしてもらえたらよかったなっていうことが、まあ、もしあれば教えていただきたいんですけど、ね、そうですね、もちろんどのカテゴリーの時もあるかもしれないですけど、はい、まあ強いてあげるとすると大学生の時ですかね、はい、その大学生の時ってやっぱりその僕のサイズでインサイドってやっぱ小さかったんですよ、ね、はい、ただやっぱチーム事情的にその4番5番のポジションっていうんですけど、はい、インサイドをやるしかなくて、はい、でコーチからもやっぱ1試合に3ポイントを1本か2本って制限かけられたんで、はいはい、じゃあプロでやるってなった時にこの身長でインサイドポジションってやっぱ難しいんですよ。だからそれはちょっと、まあ、大学の、まあ、コーチ監督にも感謝はしてるんですけど、うん、もうちょっと外のポジションをやってみたかったなっていうのは思いますね。そうですね、今カメラの前でも言えるんですけど、はい、まあ、やっぱりそのチーム事情から仕方がない面もあるとは思うんですけども、はい、やっぱりその大学の世界からもう1段も2段もレベルの違うプロの世界に入った藤高選手だからこそ感じてらっしゃることかもしれない、ね、はい、そうですね。だ僕その大学4年生になった時にその大学生以下の日本代表に選ばれたんですよ、はいはい、で、まあ、今チームメイトの宇都直樹選手とも一緒にやってたんですけど、はいはいはい、その当時代表のヘッドコーチをしてた人に言われたのが、代表合宿に来た時はお前はそのアウトサイドのポジションすごい上手くなってる、はい、ただ大学に戻ったらまたお前はインサイドプレイヤーにもともと戻ってしまうから
また一からやり直しやっていうのを言われてて、はい、その一からやり直しになってる自分も悪いんですけど、はい、そのせっかく良くなってるのにまた大学を持ったらそのインサイドの動きになってるってやっぱ言われて、はい、そこはちょっと、はい、うん、結構苦労した部分ではあったかなって思いますね。なるほどですね、はい、まあ、なのでやっぱりそれもこういろんなことができるような、はい、やっぱり練習は積んでおいた方が最初の世代の選手もいいですし、はい、やっぱり指導者の方にもやっぱりそのまあ、チーム事情とのバランスを考えながらではありますけども、はい、選手 の, この可能性を狭めすぎずに、はい、いろんなことをやらせてあげる、そうですね、そういう指導ができるのが、まあ、理想だよね、はい、っていうところですね、はい、もちろんインサイドを時にはするのは大事ですし、はい、そのガードの選手が時にはポストアップできるっていうのはやっぱり理想なんで、はい、やっぱ両方こうトライできる環境が、はい、あったりとか、もちろん疲れてるディフェンスがどんな選手なのかっていうのでやっぱ攻め方も変わってきますけど、まあ、いろんなことをトライできる環境ができればいいかなと思います。やっぱりそういう環境を、はい、まあ、もし藤高選手が指導者になった時にはだったらもう準備してあげたいな、まあ、勝ち負けもこだわりつつ、はい、そこは目をつ少したまにはつってこう、はい、選手のこの将来性を見ながら教えてあげたいなっていうのは思いますね。なるほどですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、今回はですね、バムシャス奈良の、藤高選手にご協力をいただきまして、ご自身のねパフォーマンスが伸びた経験ですとか、いい指導者との出会い、そういったところからですね、まあ、もし藤高選手が指導者になるのであればどういう指導をジュニア世代の選手に、はい、していきたいのか、そして今ジュニア世代で上を目指して頑張っていらっしゃる選手に、まあ、どういう姿勢でバスケットに取り組んでいただきたいのか、そういうところについてお話を伺っていきました。ぜひね、バスケットボール上達塾の読者の皆さんだけでなくてですね、Bレジェンドチャンネルの視聴者の皆さん、まあ、指導者の方、選手の方、ぜひね、参考にできる部分は、ぜひぜひ、取り入れていただいて、今後のね、バスケットボール生活の参考にしていただければと思います。はい、それではこの動画が良かった方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、バンビシャス奈良の、2022年、2023年シーズンのご活躍と、藤高選手のご活躍にも、ぜひ、ご期待ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。